こちらは潮風です。この放送を船の上で聞いている皆さん、日本に船でやってくる場合、皆さんは当然危険を冒して日本を目指されるものと思います。無事願いが叶うようお祈りしております。皆さんが無事に日本で保護されるために、日本の近くに来たら次のことを守ってください。まず武器、麻薬などを持っていれば犯罪者として扱われます。皆さんの身辺が危険になります。北朝鮮を脱出するとき必要であったとしても、日本に着く前に全て海に捨ててください。皆さんから攻撃されない限り、日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合は、それを伝えてください。拉致被害者についての情報をお持ちの方は、それを伝えてください。これは一度だけではなく、警察にも海上保安庁にも、あるいは近くに一般の人たちがいれば、それらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていれば、あるいは拉致被害者に関する情報があれば、日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい待遇をします。潮風では、船で日本を目指す方々のためにも必ず情報を提供します。ぜひ現場で潮風を受け取ってください。